こんにちは、シェラーです、今5月5日に撮っております。今日でゴールデンウィーク終わったっていう方も多いんじゃないでしょうか。とりあえずね、明日お休み取ってたら何連休？ 9 連休？私には関係のない話ですが、今日ね、初めてイヤホンマイクを使って動画を撮ってます。いつもね、声がちっちゃいんですよ。なんでだろうね、女優なのにこの声腹式なのにおかしい。声を張れっていう話なんですけど、これが良ければ今後採用していこうかなと思ってます。でもね、私耳の穴がちっちゃいんですよ。これ iPhone の純正のやつです。まだ7の時なのでワイヤレスじゃないですね。 AirPods を買うお金なんかないので。でどうなるかっていうと、ガバガバなんです。こっちほら、すぐ外れる。こうやって押し込まないとね、多分今もちゃんとはまってないんですよ。なぜか切れました。オーバーヒートかな。暑いんで、外暑いっす。今エアコンも切ったんでね、動画撮るために。そうでね、ちっちゃい時ってお母さんに耳垢取ってもらうじゃないですか、耳掃除。でも取れなかったらしくって、私しばらく耳垢の掃除のために耳鼻科に行ってました。それでも先生がね、キュイーンっていう吸い込むやつ、あれもゾワゾワってなるから嫌いなんですけど、あれで吸い込もうと思っても、もうね、奥の方に押し込んじゃって、そこで固まってて取れないんですって。だから目薬みたいなね、眼科でもらうような目薬みたいな、視線が合わない、光が合わない大変だ、三脚忘れたらこうなるんだ。覚えとけ、私さっきまで覚えてたのに。そう、ね、その目薬みたいなやつを耳の中に確か3日間とか1週間とか刺して、耳垢を柔らかくしてから来てください、もう要はぐじゅぐじゅにしてきてください、そしたら吸い込めますっていう話で、でお母さんがせっせとね、毎日こう耳こっちやったと思うんだけど刺して、まあ両耳やったかな。でいざ、じゃあ行くぞって言って行ったら、できてません。なんでかっていうと、耳の穴がちっちゃすぎて液がこの中に入っていかない、入っていってないから、刺す前と何にも変わってませんって言われて、それはね、私はっきり覚えてます。でそこでなんか15分ぐらいこう刺してもらって、よし生きるかなみたいな感じで掃除してもらって、それで終わりやった気がするけどな。あとはもう本当にちっちゃい時にね、なんか奥の方でちっちゃいね、もう耳垢がボール状になって、先生がこう吸い込もうにも吸い込めなくて、コロ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 してるんですって。でそれをね、なんか針みたいなやつでこう引っかけて出そうと、今は多分そんな器具ないのかもしれないけど、昔そんなんでね、痛い痛いって思いながらやってましたね。でお母さんに、ほらこんなの取れましたよとか言って見せてた覚えがあります。きっちゃない話だね、ごめんなさい皆さんゴールデンウィークはどうでしたか。これ本題だよそうゴールデンウィークどうでした。またオーバーヒートなるのかな。私ね、歌ってました。この3日間だよ、3、4、5、3日間来たのね、ここだけです、一人で。
そのうち1日はめっちゃ寝込んでました。なんかね、私もそのよくわかんないんだけど、仕組みは精神病って長期休みに入ると悪くなる人がほとんどなんですって。ご多分に漏れず私もそうなって、昨日です、朝起きてダメだ眠いなって、その時は何ともなかったんだけど、ちょっと横になろうって思った瞬間爆睡してて、で一回お母さんが呼びに来てなんかやり取りしたんだけど、何寝ちゃうのねっつって、あもうちょっと調子悪いけんで、もうその時には調子悪かったんですね、調子悪いけんもちょっと後にしてって言って、昼ご飯も食べれなかったっていうか、固形物が胃に入らないっていうか飲み込めれない、で飲むヨーグルトですね、いつもの、あとはコーンスープかなんか飲んだのかな。でそれからまた寝て、起きたら5時半とかでしたね、夕方の。でまあひとしきりね、ご飯食べて、食べれなかったけどちゃんとはね、じゃあ10時ぐらい寝ましょうか、当たり前だけど寝れないよね一日そんだけ寝てたらね、なんか一晩中ね嫌な夢見て起きてまた寝てまた変な夢見て起きてみたいなのを朝まで繰り返してました。はい、そんなわけで2022年のゴールデンウィークがねこれで終了となります。今もね歌ってました、ワニマのリンドウ、ご存知です？皆さん、ワニマのリンドウっていう曲、すごいいいやつなんですよ。ただね、弱ってる時に歌うと歌詞の強さにやられちゃうんですよね。生きて生きて生き抜いてやれ、汚れたのはどっち、見上げた星空みたいな歌詞ですね。なんかパンチ力が強すぎて そっちに追いつけていけなくなっちゃうんですよ。じゃあ歌うなって話なんですけど歌はすごい好きなんですよね。曲も難しいんだ、でもあれがめっちゃ難しいの、まあ、難しい歌好きなんだけど、こういう風にいざカラオケアプリで歌うと自分の下手さ加減に呆れますね、歌えてないって。まあいいんです、楽しいから暑い、今何度あんだろう、ちょっと待ってね、26度、そりゃ暑いわ、なんか春服じゃないやつなんか着ちゃってるし、春服か、ちょっともう切ってエアコンをつけようと思います。あと何歌おっかな、さっきお母さんが家でね、なんか昔のヒット曲パレードみたいな CD かけてて、華原朋美とか流れてたんで、あ、私小室ファミリー超世代じゃんって思って、ちょっとそれも探してみようかなと思います。みんな声高いけど私もワニマのリンドウを歌いすぎて、でも何回もね、ここが悪いここが悪いって言ってやり直せるんですよ。で男の人の歌だけど結構力強い歌なんで、力んで歌ってたらもうちょっと声が今ねカスカスなんですよね。のだめ食べるか、そんなわけで今日、今からね切ってマイクテストっていうか、マイクこれ試し撮りしてないのですいません確認してよければ帰ってあげたいと思います。